ウズベキスタンのイスラムカリモフ大統領とロシアのウラジーミルプーチン大統領ロシアのウラジーミルプーチン大統領とウズベキスタンのシャブカトミルズイアエフ大統領ロシアとウズベキスタンの関係はロシアとウズベキスタンの間の二国間関係を指す。両国は1992年に国交を樹立して以降外交関係を維持している。ウズベキスタンはかつてウズベクソビエト社会主義共和国として ロシアソビエト社会主義共和国と共にソビエト連邦の一員であった。ウズベキスタンとロシアはそれぞれモスクワとタシュケントに大使館を置いている。ウズベキスタンは1991年にソビエト連邦から独立してから十数年にわたってロシア及び西側諸国の双方と強固な絆を維持していた。しかし2005年5月、 ウズベキスタンの主要都市アンディジャンにおいて、反政府武装勢力による刑務所襲撃事件が発生し、鎮圧のため民間人に死傷者を出すに至った事件を契機として、ウズベキスタンの外交方針は、震度反西側へと大きく、舵を切ることになった。アメリカ合衆国の息のかかった、ヒューマンライツ・ウォッチはこの事件を人権問題として扱い、 ウズベキスタン政府に対する内政干渉を試みて、アメリカを筆頭とする西側諸国もその論調に同調した。この露骨な内政干渉により、ウズベキスタンとアメリカの関係は急速に冷却化し、それまでアメリカ空軍の駐留が許可されていたカルシハナバード空軍基地から米軍が撤退することになり、同年11月には米空軍が基地から引き上げた。 その一方で、同じ11月、ウズベキスタンのイスラムカリモフ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、モスクワで、総合協力に関する合意を交わして、両国の関係が強化された。ウズベキスタンはロシアに対し性的搾取を目的とした、女性の人身売買の供給地となってきた。また、男性は建設業や綿花、タバコの栽培の強制労働を目的とした。 人身売買の供給地となっている。ありがとうございます。